はい、じゃあ今週も始めましたザレスポンスポッドキャスト、ナビゲーターの西野です。山田です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、新年明けましておめでとうございますということで、明けましておめでとうございます。よろしく。2017年ですね。2017年、はい、鳥年ということで、はい、今年も一年よろしくお願いします。よろしくお願いします。一発目のポッドキャストということで、ポッドキャストです。はい、はい、とはいえ、まあ、特にね、これといって何がどうというわけじゃ、まあ、ないんですが、ないんで、はい、通常通り通常通りいきましょう。行きましょう。マーケティングの話をね、マーケティングの緩いマーケティングの話を、ちゃんとマーケティングの話を、はい、まあ、一発目ということでね、しっかりとした内容を、そしたらお届けしていきましょうか。マーケティングのコンテンツを、ね、コンテンツをお届けしていきたいなと思うんですがね。何話しましょうかなかなかえぐい、こうね、ちょっとハードル上がったんですけどあの、ね、何話しましょうか上げたことによって、ね、話すことがなくなったという状態だ、ね、状態 でもまあ一応ね、あの前回あの、はい、西野さんが、はい、ね、アメリカに行ったセミナーのやつで、はい、あの 3つあるって言ったうちの2つって言ったんで、あともう1個のやつが、まあ、素晴らしい内容だということで、まあそうなんですかね、それで行くと一発目にふさわしいという、ふさわしいということで、いうことでね、話させていただきたい。あ、いいですね乗ってきましたね。でこのちなみに、まあ、前段があって、はいはいはい、僕、まあまあ、一応アメリカ行ってた時に、それこれも外資に話さなければ、ね、なんかもう意味ないなと思って、拙い英語でこういろんな人話し合ってたんですよ。あ、その英語というかアメリカのサミットに行ってた話ですね。そうですね、はいはいはい、アメリカサミットで、まあ、一応その、まあ、会食みたいなところもあって、いろいろ喋ってて、で、まあ、その中で君のビジネス何やってんだって、まあ、決まり文句ですけど、まあ、話してたら、はい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 、まあ、いろんな人がいて、で、まあ、僕同学リーダーだよみたいな話を。ああ、そういう人がいたんですね。はい、いまして。で、まあ、同学リーダーだから。でもそれって結構、まあ、いろんな人が今やってて、うんうん、まあ、差別化とかってすごい難しいと思うんだけれども、君は何をしてる、何でディファレン、あの違いを出してるの、その方たちは、まあ、聞いたんですか、西野さん、はい、おドイツかフランスで確かやってる、まあ、マーケターさんなんですけどね。それ聞いたら、僕はもう結果保証で売り上げを少な、動画からのね、もうその使って少なくとも売り上げを3倍にするっていう。ほう、お前でかく言ってんなみたいなビッグプロミスやんみたいななるほど。で、まあ、話聞いてもすごいな。でもちろん動画クリエイターもいろんな人見てて、まあ、私は、まあ、プロダクトローンチのやつをこう、まあ、なんとか作ってますみたいな、まあ、ごわっとした人もいれば、まあ、それだけなんかその結果保証みたいなやつもすごいな、自信あるんですね。ね、聞いたら、まあ、結構高い確率らしくて、うん、クラウドさんももう今受け入れられない状態なんで。あ、めっちゃいい感じなんですね。すごいよと思って、まあ、すごいなと思いながら話聞いてたら、その人3日目にスピーチしちゃった。あ、講師だったんですか。講師だったんですよなるほどね、君講師みたいな話でなるほど。だから結構日本大好きになると結構その話盛り上がったんですけど、マジか講師か参加者じゃなかったという、参加者じゃなかった、なんでお前いいんだみたいな話だけど、その人の、まあ、動画の作り方みたいなコンテンツ。なるほど、そのサンバー交渉してる人の、サンバー交渉してる子でもガンガンお客が来てたまらんという人の、うん、ですね。まあ、まあ、話聞くと結構動画の作り方っていろいろ世の中にはあって、まあ、その人はまあ、まあ、ことコンテンツビデオに関してはこの構成で全部作ってて、コンテンツビデオっていうのはどういうことですか。あ、まあ、何言いますかね、まあ、売る売り、まあ、セールスビデオみたいな、その一つのビデオでいわゆるその商品を売って、はい、まあ、販売するもの、まあ、まあ、分かりやすい、この例で分かりやすいのでいくと、まあ、よくはテレビ CM みたいな、はいはい、通販みたいな感じ、まあ、そういうものではなくて、はい、それよりも前にその、まあ、お客さんの関係性作るとか、まあ、ちょっとコンテンツを協力して、まあ、教育をして、まあ、自分の商品欲しがって欲しくさせるような、まあ、そういう動画を、まあ、作って、まあ、そういうのも結局プロダクトローンチやってるので、まあ、動画3つ作って、あ、そうか、なるほど。そしたらプロダクトローンチでいくとこう動画1、動画2、動画3ってやって、動画4で商品売るみたいになってるところでいくと、1個目2個目みたいな、そうですね、商品売ることはないけどちゃんとこう役立つ内容をお届けするようなビデオの作り方ってことですね。そうです、そうです。その作り方が、まあ、彼は、まあ、ジェフのプライベートの人なんですけども、その人は独自でこういろいろテストして、まあ、この作り方で僕は基本的に、まあ、全てのお客さんのコンテンツ、まあ、伝えることでビデオを作ってますという内容がシェアされたので、まあ、その内容だったら結構使いやすいんじゃないかなと思う。なるほど。これでもなんかビデオを、うん、まあね、使って
やってる人ももちろんですけど、このホームページとか持ってるんやったらね、その、はい、そこに普通に出してセールスがないっていうんやったら結構出しやすいかもしれないです。出しやすいですし、これ多分ね、結構話し方でも同じだと思うんですよね。セミナーでなんか OK 物事伝えるとか、ああなるほど、ビデオ以外にも使えるんじゃないかってことね。僕結構それはあるかなというふうに思ってて、あとまあ、ちょっと1対1だとね、また話が変わってしまうんですけども、話の伝え方、構造の作り方っていう面では、結構幅広く使えるんじゃないかと。なるほど。ということで、新年一発ではこれでいきます。いきましょうか。はい。で、その人は、頭文字で、MORE っていう、MORE ですかね。はい、この、4つの頭文字を使って、MORE メソッド、ね。MORE メソッドっていうのを言ってみまして、話も大丈夫だなと。で、最初何やるのかというと、最初の M ですね。M は何かというと、彼はモチベーションという感情面というところかな、を最初に話しましょう。でそれは何かというと、狙いとしては、最初なんで、グラブズやアテンションということで、注意を引く。そのためには感情的な話が一番、このビデオの中では、いいであろうというところで、少し、抽象的な話なんですが、彼らに希望を見せるか悪夢を見せるかっていうふうに言ったんです。ほう。例えばどんなんですか？結構簡単な話で、僕らのみたいなビジネスで言うと、この話を聞いておくと売上が3倍になりますよとか、この動画の作り方をやれば、まさにこれなんですけどもね、動画の作り方をすればお客さんから感謝されるし、ないしはそのあんま興味持ってないお客さんが食い入るように見てくれますよとか、そういうふうな動画の作り方を今から話しますから、そういうこのコンテンツを知ることでどんないいことがあるかと、いわゆるベネフィットとかを最初に伝える。なるほど。ベネフィットとか利益とかを伝えるか、悪夢で言うとこれ見えひんかったらちょっと大変なことになることもあるかもしれないですよみたいなを、両方使えるか片方伝えるかっていうのをやると。そうです、そうです。一発目 M がそれってことですね。で、ここで注意点として話してたのは、いわゆるナイトメア、悪夢を見せるときは、注意しろみたいな話。やっぱり、彼の話ではその人間、確かに恐怖は人の感情を使うし、いいんだけれども、行動するとなればその先に希望がないと去年は人間動かないよっていう話をしまして、なるほどと。だからナイトメア使うんだったら必ずすぐそばで、すぐ次に希望を見せなさいと。なるほど。掴むやつはいいけれども、ちゃんと希望を見せなさいと、希望は増すと。あなたはもうこんな下の目になりますよ、下の目になりますよ、下の目になりますよって言って、でもこうやったら大丈夫だけどねってちゃんと言わないといけないってことですね。ナイトメア言うときは。そうです、そうです。それがないとうっとしいやつですね。そうです、そうです。これがいわゆる M、 最初のモチベーション、ね、動画の最初の部分で話す内容としては、話の内容を聞いたらどんなことあるか。なるほど。どんなことあると思うか、最初に。でもそれは言わないといけないってことですね。そうです、そうです。で、その次がの O がアウトルックっていう、見渡すみたいな意味なんですけども、いわゆるその話す内容、話す内容そのもの、ないしはその全体像とか、そういうものをそこで話すと。今日この話を聞くとどんないいことがあるか、どんな悪いことがあるか、その話した後に、その話す内容、その本質的な内容に入っていく、実際行くだけで、このメソ話で言ったら、モアメソッドの話をしますみたいな。ああ、なるほど。そのちょっと具体的になっていくわけですね。そうです、そうです。そのじゃあ これで売り上げ上がりますよっていう話をまず最初にして、で実際にやるのはこの4つの段階があって人間の心理をこう使ったやつでとかいう、ちょっとこう具体的にこう言っていくわけですね。そうです。でちょっと興味をこうより引いていくと。はい。で、そのアウトルックで、他とは違うなと思ったのは、ネームイット、つまり名前を付けろって言ってるんですよ、こんなものでも。なるほど。なるほどなと。普段僕らが話す内容って、人から聞いた話であったり、自分で経験したことであったりすると思うんですけど、特にこのコンテンツを話すのであれば、それ自身に名前を付けてあげなさいっていうふうに言ってるんですよ。で、名前を付けると、より物事を認識しやすくなる、そういう、NLP なのかな、なんかそういう背景を話してて。何か伝えるんだったら必ずそのものに名前をつけてそれを話してあげてください。それこれはこういう名前ですみたいな。それによって分かりにくいってことですよね、その概念というのがね。いや、分かりにくい。今回で言うとモアメソッドみたいなことですよね。そうです。そういうふうに名前をつけるってことですよね。でもこれモアメソッドってなかったらよく分かんない、なんか話がこうなんていうかな、もう支離滅裂な話になっちゃう。その
一番初めにメリット話して何々してのメソッドですってなるのを、もうメソッドって言ったらバシッとこうなる、分かるって言いますね、明確に言ってますね。結構これ使ってるのが、まあ、世界ナンバーワンマーケットで、まあ、ジェイ・ブラハムとか、はいはいはい、まあ、彼なんかは名前付けるのうまいですね、ジェイ・ブラハムはね、うん、なんだっけな、なんとか事業を動かすナインドライバーとか、はいはいはい、なんかそういう名前をいろいろつけて、だからその付けるからこそその物事を認知できるみたいな話があって、そうですね、バルテノン戦略とかね、あ、そうです ね、おっしゃる、バルテノン戦略、いっぱいいい名前のやつがありますよねあります、まあ、まあそのアウトルックの時にはまあ物事の、まあ、話す内容をそのまま具体的に話していくと、ほんで、まあ、それを話す時はちゃんと名前を付けましょうと。なるほど。で、次の R が、まあ、レシピ、まあ、料理作るのもレシピなんですけども、まあ、ここで彼が話すべき内容として挙げてたのは、いわゆる、ステップバイステップのアクション。おお、なるほど。まあ、これを作るときは、使うときはこういうステップで、ステップ1、こう、ステップ2、ステップ3、ステップ4、ステップ5。で、なるべくそれを超具体的にブレイクダウンしなさいというのが、うん、まあ、レシピでやること。で、これ、まあ、考えてみると、海外のマーケッターさんは結構使ってらっしゃる方がいらっしゃいまして、うんうんうん、まあ、ダウンにも使ってたりもするんですよね。まあ、DM 会社なんかもそうじゃないですか。3ステップで、1通目、2通目、3通目。で、2通目はこういう内容で書けとか。ああ、そういうふうにかなり具体的なもので、具体的なステップでやり方を教えてみなさい、うん、行動に落としやすいってことですよね。そうするとね、そうです、イメージもできますしね、す自分が実際に行動しているところをね、はい、で、まあ、まあ、まあ、レシピに関してはね、まあ、そのまあその内容をすごい猿でも分かるんじゃないかぐらいまでブレミアムしようと要はそのね、ちょっとここまで分けてもええかなっていうところまで分けろってことですよね。明確に何とか満期になってる感じなんで、はいはい、なるほどなと。で、まあ、彼が言った事例の中では、例えばアドワーズ、あ、なんだっけ、なんか そのソフトを使うときにまずアカウント作る、はい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 、メールアドレスを入れるみたいな、そこまでブレイクダウンして話した。あ、なるほどなるほど。そのアドワーズで厳しい出すんやったらっていうのをステップ1とかやるんやったら、まずはここの URL にアクセスしてください、そうです、でここをクリックしてくださいぐらい細かくやれってことですね。なるほどだと、まあ、そこまでやったことあんまねえなみたいなそうかみたいなね、ちょっとこうね、長くなるんちゃうかみたいな感じしますもんね。でもまあやった方がまあ結構お客さんには喜ばれることはまあ多いですよね。でも実際ね、で、まあ、最後の、まあ、モアムの最後の E はエクササイズで、実際になんか行動させろみたいな話をしてまして、まあ、レシピの内容を行動させて、行動させるのもいいですし、もちろんその最後にちゃんとそのコールトアクションみたいな形で何かしら そのアクションを相手にさせる、うん、1個でもいいからさせる、そうすることで、まあ、満足度が高いコンテンツの、まあ、ビデオが作れたりとか、うん、で それで結構エンゲージして、なんか、まあ、次見る動画もよく見られ、なんかいつもいいこと言ってくれはる人やなみたいな感じですよねそうですそうです、でいうふうになると、で、まあ、モアの、ね、そのアウトラインに沿ってちゃんとその、まあ、希望はこの内容、うん、内容ではこの内容で、話す内容この内容で、ブレイクダウンするんだったらステップ多分一応彼は、まあ、7ぐらいまでいけんちゃうみたいな話じゃん。ステップ7までステップ、まあ、このメソッドを実践するまでにちゃんとそのステップ1なんちゃらする、ステップ2なんちゃらする、ステップ3、まあ、7までブレイクダウンすれば、けどまあ3ステップぐらいまでしかやらない、うんうん、7までいきましょうみたいな、やったらまあまあ大概大丈夫やぞみたいな感じですね。そうです、7が、まあ、一つのちょっと目安というか、目安ということで、で、まあ、エクササイズはちゃんとそのコールトアクションということで、まあ、これしてくださいとか、うん、まあ、コメント入れてくださいが、もう多分オートソックスだと思う、まあ、プロダクトローンチのオートソックスだと思うんですけども、何かしら その反応を、まあ、行動をお客さんに呼びかけましょうと、まあ、以上そのモアの流れで作るといいビデオが、まあ、作りやすいです、まあ、良さそうですね、かなりなかなか何かな、うん、結構ね、いろんなその動画の作り方があって、でそもそ もうありすぎてどうか分かんないと、うん、でもそれで何のアウトラインもなしにその作っていくと、基本的に支離滅裂、うん、ないしはお客さんに受け入れてもらえないと、うん、だからちゃんとその構成作っておくことが、まあ、価値ある動画を作るにあたっては必要なんですよと、うん、いうのが、まあ、アメリカのサミットで学んだこと。いいですね。でも、まあ、モアの M は、まあ、モチベーションということですけど、まあ、なんでこのビデオを見た方がいいのかみたいな話ですよね。そうですね。で、O が、アウトルックか、はい、で今から話すことは何なのかっていうのをちゃんと明確にして言うと、うん、で
あのきっちりこう名前をつけられるんやったらっていうか、まあ、つけろと、つけろと、今から話すことはこれですと、うん、でまあちょっと名前をねいい感じにできたらね、そうですね、つけたいところですけどね。でレシピかでステップ1何々って言って、その何をやるとかっていう話をした後に、実際にやるときはどうするのかってやって、そうです、最後いいですね、エクササイズは最後、まず最初の一歩目ですかね、一歩目ですね、ね、いわゆるベイビーステップとかね言われる、こう最初の一歩が一番こう重たいからっていうね、なかなか動かないんで、最初の一歩は細かく言って、うん、誰でもできるようなこと言って動き出してもらうみたいな話ですよね。そうです、ね、結構でもなんかセールスレターとかでもね通じる感じはすごいしますね、うん、ものがあると思いますね。そうですね、そのエクササイズとかは、まあ、あんまりね言わないんですけど、そのセールスレターと、うん、そうだね、まあ、でもこのなぜやんのかみたいなところと、今から話すことは何なのかみたいなのは結構あのセールスレターとまあ結構似てて、下の2つがあることによってコンテンツとして、ね、役立つ内容になってるっていうような感じですね、うん、そうですね、そうですね、まあ、おっしゃるんで、まあ、ぜひ、まあ、週に一発目なんですけども、ぜひこの、まあ、この流れで、まあ、いろんな話とか、まあ、動画を作っていただけたら、うん、まあまあまあ、もっともっと、ね、お客さんと関係性作れたりとか、そうですね、多分ブログの記事書いたりするのにも、そのまま使えると思います、使えると思いますね、使えると思います。うん、結構でセミナーで、ほんま西田が言ったようにセミナーでこうねコンテンツを話すときもこの構成でやると多分基本的にはいいという感じがしますね、思いますね、はい、ぜひぜひ実践して、こと本年もマーケティングガンガンやっていただきたいなと僕は思っております。なるほど、でまあとりあえずこれでこのモアメソッドを使って、はい、お客さんの絆をねこう作ってもらって、でそうするとやっぱりね、あの安定した売り上げが立つんでね。あ、そうですね、まあ、先週のこと言ってもあれですけどね、あのコミュニティを作るのが重要やみたいな話をしてはりますけど、はいはい、2つも結構あれですよね、あの長いことビジネスで売り上げ上げていくにはみたいな感じの話をしてるんですよ、うんうん、ジェフはね。そうです、意外とね、なんかプロダクトローンチって言ったらなんかどっちか言ったらポンって売り上げ上げるみたいな感じの方に思いがちですけど、結構こうね長期的に売り上げ上げるにはみたいな話を意外としてるんですね、ジェフは。結構そのタイプなんですよね、実は。西田さんが言ったらね、ジェフウォーカーのね、あのプロダクトローンチのやつですけど、プロダクトローンチの話じゃなくて、どっちかではそういうね、そうなんですよ、意外とっていうところですね。そうですね、まあ、おっしゃる通りです、ね、結構そういう、まあ、そういうために使ってるのが、まあ、向こうではデフォルトみたいなんで、うん、まあ、ぜひぜひ、まあ、まあ、一部ではあるんですけど、ね、今回の話は、まあ、でもそれを使って、いいお客さんの関係性作って、やっていただければ、2017年もより良い年になるんではないでしょうかと。ですね、じゃあ、ほんならその、このモアメソッドをやるためのベイビーステップを最後、ベイビーステップを最後の、いいですかね。最後の、 あのモアメソッドのいいエクササイズのやつは何になりますかね。いいエクササイズのやつはもちろんこれでもあれですね、次話す内容をまず決めることじゃないでしょうかね。次話す内容、お客さんに伝えたい内容ですね。ああ、なるほど、伝えたい内容を決める。なるほど、そしたらあれかもしれないですね、そのお客さんと実際に会ったはる人やったら、なんかお客さんから普通に質問されたこととかで、うん、でそれを答えるっていうだけで、このモアメソッドを使ってそれをやると、うん、でその個質問を見つけてまずもらうと、そうですね、いうところをこれ答えたら、まあみんなはたくさん喜ばれるんちゃうかなみたいなね、うん、その自分は結構専門家なんで多分答えられるとは思いますけど、お客さんとの知識差が、ね、そうですね、そうですね、多分あるので、それをやってもらうといいかもしれないですね。そうですね、はい、僕らもメルマガとかでね質問お客さんにされましたみたいな僕は結構使いますけどそういうあれですね。そうですね、はい、そうですね、というところで、はい、はい、ぜひぜひやっていただいて、まあ一発目ね、初め下手かもしれないですけど、ずっとやっていったらだんだん絶対上手くなると思います。絶対上手くなります。最初の一歩が一番重たくて、一番下手くそですけど、そこ頑張ってやっていくというところですね。はい、以上。以上ね。はい、今週のポッドキャストはというところですね。なんか僕が締める感じになりましたが。じゃあ今週のポッドキャストは終わりということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。